ヘンリー・エイブリーは、インド洋で活動していたイギリス出身の海賊。その業績により、大海賊のあだ名で知られる。ヘンリー・エイバリ、ヘンリー・エブリーなどとも表記される。エイブリーの出自についてはほとんど知られていない。ジャマイカの裕福な選手の家に生まれたとか、プリマスの宿屋の家に生まれたと様々な説がある。エイブリーは1689年に、初めて記録に現れる。 その記録はエイブリーが海軍の候補生として軍艦ルパート号に乗船していたという事実を伝えている。海賊になるまでのエイブリーについてわかっていることは断片的であるが、海軍時代には著名なビーチーヘッドの戦いにも従軍していたという記録が残っている。海軍除帯後は結婚し、カンペチェワンのログウッド運搬船や市略船で働き奴隷貿易にも携わっていた。 1692年、スペインのラコルーニャの養上で、主略船、チャールズ2000号の公開士助手であったエイブリーは、賃金の不払いを理由に反乱を起こした。当時イングランドは、同盟関係にあったスペインとの合同事業により、カリブ海へ船団を送り込む予定だった。しかし、諸事情により計画は延期を重ねることになり、結果的に乗組員の間に不満を募らせることとなった。 結果的に反乱は頓挫し、不満は解消されなかったため、エイブリーの提案によりインド洋で海賊をやることになった。この時エイブリーは船長に選任され、同時に船名をチャールズ2世からファンシーへ改名した。エイブリーによって打破されるマンジーコールイサワイスペインを脱出したエイブリーは、西アフリカで活動後インド洋を目指して、希望ミネを回り、 たどり着いた先のマダガスカルやコモロ諸島で、クルーの引き抜きと装備の補給を行った。エイブリーは財宝を求めて、航海のアデン湾に位置するクアルダフィ岬にやってきたところ、偶然、ムガール帝国の船を襲撃するためにこの海域を訪れていた海賊、トマス・トゥの船団と遭遇する。当時この海域はインドから聖地メッカへの巡礼船団が通っており、 そういった船は財宝を積んでいることが多く、海賊たちの格好の標的になっていた。目的を同じくする二人は、そこで、意気統合して二つの海賊団を一つに統合し、エイブリーはその船団を率いることになった。エイブリー・トゥー連合は六隻の船舶に440人の水夫で構成されており、そこには、トゥーの主船、アミティも含まれていた。合流した海賊団は、 航海の入り口を仮場に定めた。間もなく一つの巡礼船団が、監視網を破り本国のインドに向かったという報告が、もたらされた。エイブリーはすぐさまその船団を追跡し、スラートとムンバイの間の海域で巡礼船、ファテー・ムハンマドを捕らえた。ファテー・ムハンマドを捕らえたのは、旧のアミティ号であるが、自身は戦闘中に腹に砲弾が直撃して死亡した。ファテー・ムハンマドは、 ムガール帝国の大商人アブドユルガフールが所有する船で5万から6万ポンド相当の財宝を積んでいたと見られている。エイブリーは逃走した戦団のうちの一隻であるムガール帝国皇帝アウラングゼーブの船ガンジーコールイサワイを捉えた。ガンジーコールイサワイは700トンの大型船で船には80門の大砲が備え付けられており200人の水夫のほか400人から500人の ひなわ銃で武装した兵士が乗り込んでいた。ファンシー号によって、船のマストを破壊され、航行不能になったガンジーコールイサワイは、エイブリーラに乗り移られた長い戦闘の末に、降伏した。一味は、戦場で、暴虐の限りを尽くしたと言い,い、低層を破られた女性たちは、自殺に追い込まれた。この襲撃により、海賊が得た富は32万5千ポンドから60万ポンドと、 推定される。一味は、ムガール戦から略奪した財宝を分配するため、インド洋のレユニオン島に向かった。戦利品の構成は50万枚のコイン、宝石類などであり、これらはすべて、ムガール帝国の皇帝へ送られるはずだった。財宝の分配率は180人に対して、一口1000ポンド、一人当たり970ポンド、400名に、 対して1000ポンドなど記録により様々である。いずれにせよ海賊は一人当たり当時の海軍水夫の給料75年分に相当する金銭を受け取った計算になる。18歳以下の船員には一人当たり500ポンド、14歳以下の一部には一人当たり100ポンドが配られた。宝石を売却するエイブリー財宝の分配が終了した人味は、 ポルトガル領のサントメップリンシペを経由して、カリブ海のバハマに位置するエリューセラ島に向かった。この地の総督を務めるニコラス・トロットには、ファンシー号は、ただの奴隷貿易船であると嘘吹き入港を求めた。トロット自身も、その説明を真に受けたとは思えないが、エエブリーから、入港許可を求められる際に同時に賄賂を渡されて、いたのでそれ以上の追求はなされなかった。 入港したバハマで、海賊団は、解散、一味はおのおの世界各地に散らばった。彼らの行方については様々で、逮捕されて、裁判にかけられ、公主刑にされた者もいれば、海賊に戻った者、さらには、治安判事になった者までいる。エイブリーのその後については、ヘンリー・ブリッジマンの偽名を名乗って、アイルランドのダンファナイに逃走したところまでは、わかっている。しかし、 イギリス政府、東インド会社から、それぞれ500ポンドの賞金をかけられていた、賞金首だったにもかかわらずその後の運命に、関しては不明である。ガンジーコールイーコールサワエゴ略奪事件は、イングランドとムガール帝国との国際問題に発展した。エイブリーによる強行に激怒したムガール皇帝は、自国領内からのイングランド人追放を検討したが、 側近の説得により実行には移されなかった。代わりに皇帝は各国の東インド会社に対して海賊から巡礼船を護衛するよう命じた。イングランド政府はウィリアム・キッドやエブリーによる海賊行為の影響を受け、ムガール帝国との関係が険悪になり、海賊の取り締まりを本格的に進めなくてはならなくなった。1698年12月には、 海賊対策の一環として海賊に対する恩赦が発表されたがエイブリーとキッドは対象外だった。エイブリーの最後については当時から議論が交わされてきた。チャールズ・ジョンソンは著書、海賊誌の中でエイブリーは略奪品のダイヤモンドを監金しようとしたところ詐欺師に騙されて最後は自分の棺の代金さえ支払えないほどの貧困の中で死亡したと記述している。 1709年に出版されたオランダ人アドリアン・ファンブルックによる架空の電気ではエイブリーはムガール皇帝の娘と結婚しマダガスカルの王になったという物語が語られている。イギリスの小説家ダニエル・デフォーはこの創作に基づいた作品海賊王を出版している。ありがとうございます。